どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、バイオハザードビレッジ続きの方遊んでいきたいと思います。というわけで、ドミトレスク城の続きやっていきましょう。で、どっち行くんだっけ？こっち行けないんだよね。どっち行けばいいんだ？なんだこれは。心なき視天使。ん？あー、もう来たじゃん、虫野郎。もう。あ。2人だ。もう1人おらんかったっけ？あ、やっぱいるよね、もう1人。おぉ。いった。うわ、足切られた。どうなんだろう、男より女の方が吸血鬼的な好みなの？うわ、めっちゃ引きずられる。うわ。なんかもうちょい顔しっかり見たいな。この3人、でも4人いるっぽいんだよね。なんか、こういう人は。あ、来たー。でも、こう見るとさ、やっぱ美人だよね、全員。3人が黒い服で、この人だけ白い服なんだよね。やっぱ弟なのか。弟っていうのは何だろう。なんだろう、絆的な意味で弟なのか、それとも血縁上の弟なのかっていうね。やっぱ背でかいよな、本当に。おお。あ、でもこのシーン見たわ。どうなの？ああ、まずいか。喧嘩はおやめなさい。マザーミランダへ伝えるのが先よ。2m50cm ぐらいかな。たっぷり楽しませてもらうとしましょうね。吊るして。何吊るす？血を抜くの。うわ、いった。なんかもうやばいな。口の利き方がなってないわね。でもなんか血色悪そうに見えるよな、このでかい女の人は。あ、こっからどうやって逃げるか。あれ？こっから体験版白じゃね？もしかして。うわぁ、虫だよね、多分あれ、操ってるの。あ、どうやって抜けるか、これを。無理やり動いて、引き抜く？よいしょ。いけるの？でもこれ片方取ったらさ、片方吊り下げられて痛いでしょ。だよな。え、もしかして、切り裂いた？切り抜いたんじゃなくて。うわぁ。相変わらず痛い目に遭うな。前も結構やばい目に遭ってんな、本当に。あ、回復だ。なんなのお前、本当にさ、かけたら回復するってやばいな。逆にその回復剤って何なのっていうな。え、治るのそれで。あ、それで OK なんだ。はい、じゃあまあ多分、こっから白なんでしょうね。この回復はもう使ったから無理なのか。この人とかなんもないよな。まあまあいいや、このクリムゾンってなんだ。もうめっちゃ噛むわ。クリムゾングラスを取って、換金アイテムか。この中なんもないのか、じゃあ。調べてもなんもないんだね。オッケーオッケー。じゃあまあ、商人にあったらまた売りに行きましょう。で、ちょっとね、前回、ハイデンビルグの声優さんだったかな？あの人のことを俺、声優さんがね、大塚明夫さんって言ってたと思うんだけど、ちょっと違いましたね。あの人は白熊博さんでしたね。オーバーロードとかでガディフ・ストロノーフっていう役をされてた方ですね。申し訳ない。よいしょ。じゃあ、こっちの先行きましょう。で、もう一人ね、さっき言った商人。商人の声優さんも違いました。モグロじゃなかったですね。チャフーリンさんですね。めっちゃ間違えてました。ごめんなさい。じゃあ、まあ、この続き行きましょうか。おぉ。翡翠の瞳。取った。こっち側ってなんかなかった。あ、スクラップか。オッケー。で、キーアイテムで、これ取るよね。奇岩石。まあ、こっから基本、白だから、サクッといきましょうか。でもまあ、そんなに覚えてないんだよね。こっちの方行けるんだよね。ここら辺って壊せんの？壊せるか。壊せても、でもなんもないって感じ？オープン。あ、薬液か。まあまあ、オッケーオッケー。で、ここの視点子に顔をつけろと。そういうことね。一旦セーブ挟もうか。おー、いたし。びっくりした。そう、この人たちはサフーリンさんですね。申し訳ない。娘さんは見つかりましたかな？いえ、見つかってません。もし娘さんがいらっしゃるとしたら、この城の主人の部屋が一番怪しいでしょうな。主人ってあの白い服の人なのかな？ねえ、いかにも。あの白い服の人、ドメドレスクって言うんだね。見つかるやん。それはそうと、何かご入り用では？ああ、まあ一旦セーブ。OK、セーブ完了。でさ、最近そのまあ、最近というか、まあ、最近私新商品入ったって、クリムゾングラス換金だから売っとこうか。いや、結晶化した頭蓋骨も売っとこう。間違えた。もう丸と×間違えた。じゃあ、はい、4400と。お願いします。武器カスタマイズで、アルバートは上げられないんだね。まあ、さっき私事なんだけど、ああ、ショットガン様か。まあ、まだいっか。OK。じゃあね。素晴らしい。まあちょっとさっきから何回も何回も中断するけど、私事なんだけど、結構ね、バイオハザード8のね、動画がね、YouTube に流れてきて、割とね、ネタバレも流れてきそうになってるんだよね。だから早いとこクリアしたいんだけどね、全然終わんねえよね。まだまだ序盤だもんね。あ、鍵外した。ああ、こっち行けるのね。だからね、ちょっと急いでクリアしなきゃなとは思うんだけど、まあまだまだやるからね、結構大変なんだよね。なんか声優さんのツイッターとかで、この人の声優しましたとか流れてきてさ、俺が知らないキャラクターとか出てきて、ちょっと、うっと思ったよね。どっち行くんだっけ、これ。そうだね、上だね。で、上行ったら、あの虫女が来るんだよね。前回の体験版白だと、よいしょ、レイ。ここら辺空いたりしないよね。体験版白だと、ここら辺なかったっけ？あったね。OK。あいつに対してね、ほぼ銃弾遮ったけど、今回はもう逃げていいってことが分かってるので、逃げましょう。ここは開くのか。薬液。あ、ここはなんか使わないといけないのね。花を捧げし、特別な一本を。なんだろうね。これはあれか、3BL 所要の地か。まあ、こんなもんですね。こっち行ったら出るんだよね。ほい。ショットガンの弾と。じゃあ行きますか。この中に、悲願石を挿入。オン。オープン。あ、来いや。来たね。で、虫が手の中から出るんだよね。これキモいよな。で、もう傷治ってんだよね。本当に。あ、来るぜ。これ一発どんなもんだ、威力。よいしょ。はい、逃げよう。いらん。どっちだったっけこれ、どっち逃げるっけ？ああ、施錠されてるわ。あれ？逃げる方向間違えたわ。あいつこっち側来たら追ってこないんだね。ギチギだね。食事前のいい運動になるわ。はいはい。よいしょ。よいしょ、お疲れ様でした。ジャンプー。OK。楽勝。とかやっても結構ドキドキしたけどね。ここら辺は、この手紙は前も読んだと。すぐに閉じろって感じね。OK。で、こっちの方行くと、ドメトレスクが出るんだよね。さすがにバレないと。ほんとでかいよな。もしかしたら3メートルはあるかもね。お、ハンドアの玉月中。これも、こっちの10発使い切っとかには預けられないからな。でも、アルバートはアルバートでね、改造できないっていうのがネックなんだよね。ここら辺は、おあ、ハンドガンの弾。OK。全然嬉しいよ。こっから敵ワンスが出るからね。で、これは、あれか。こうして、よいしょ。もう一丁。OK。さあ、敵出るぞ、こっから。ライトオン。でもやっぱ、明るい城の中とは違って、薄暗い地下室は怖いね。なんか若干セブン味があってね、ほんと嫌なんだよね、この地下室は。まだ武器持ってるからいいけど、メイデンの時は武器なかったからね。で、ここで、ね、このアリーナ、ミハイラ、ロイス、イングリンドっていうのが多分さっき俺を襲ってきた3人の娘だと思うんだけど、1人名前ないんだよね。なんかそいつに関してはまだ精神がおかしくなってないみたいに言ってるけど、どうなんだろうね。で、これ上から落ちるんだよね。これは覚えてる。よいしょ。あ、来るぞ。ハンドガンの弾。倒さなくてもいいんだけど、ちょっとお金稼ぎで倒してみようか。お、スクラップ B。こっち行ったら来るっけ？よし。ああ、来たぞ。あ、いざやってやるぜ。お前の出番だ、アルバート。オーケー。とりあえず倒したね。決勝勝ちするがいこつ。あと、パイプボムもあったはずなんだよね。何か、あ、出た、あったあった。パイプボム。パイプボムをショートカットで上に置いといて。あとどこだ？あ、こっちもアイテム持ってなかったね。おい、たわ、普通に。危ねえ。まあ、まだここら辺はね、一回やったことあるっていうアドバンテージがあるわ。かっこいい。オッケー。ここら辺のアイテム探索もやってないからな。お、ハンドガンの弾。で、この先いっぱい出るから、ここで、パイプボーム。よっしゃ、前のサムネと一緒になったわ。で、このハンドガンをショートカット登録しといて、よし。あ、歯を落とすんかい。お金。あ、イングリッドの、あれイングリッドの首からだってここだっけゲットできるの。前違ったよね。あ、もしかして敵を倒したら落ちたってこと？こういうことか。あともう一匹いるね。よし。でも体験版より敵弱くなってる気がするわ。体感だけど。よいしょ。ハンドガンの弾。まあそんなに消費してないね。10発ぐらい。でもこの敵倒すと消えるんだよね。それがまた不思議。なんか前回ここら辺で弾というかイングリッドの首飾り入手したんだけどね。あ、来るぞ。もう一発。よいしょ。どっち行くんだっけこれ。こっちか。こっち行って、こっち行って、こっち行って。まあ結局やられますから。こっち行って、何、薬液ゲット。あとこれか。これで、体験版終わりね。出た、可愛い人、意外と。意外と可愛いんだよね、この人、本当に。うわ、めっちゃ打つわ。え、何？あ、太陽光か。え、なんだ？霊気？いった。ほんの、うわ、本当に効いてないね。ここで待っていれば大丈夫なんじゃない？お前がな、うわ、ひどいこと言うな、本当に。よいしょ。うるさい、ごめん。でもごめん。あんたの相手はもう撃ったり。よいしょ、よいしょ。おー、いいね、ダイナミックアクション。今一緒にやられたかと思った相手が。ぐ、邪魔よ、どいて。お前も元人間だと思うんだけどね、一応。うぐー、めっちゃ暴れてる。ヒステリックだな。強いな、結構。もっと早くに殺しておくんだったよ。よいしょ、痛い痛い痛い、レッドゾーン、レッドゾーン。回復。え、これってさ、この倒し方で合ってんの？めっちゃなんかもうなりふり構ってられないって感じだな。え、この倒し方で合ってんのかな？一発ショットガン使ってみるか。お、倒した。なんかあれだ、バイオハザード7のカビみたいになった。霊場のトルソー。はあ、何これ、なんだ今回は。なんだ、なんかカビっていうわけでもなくて石になった。謎が深まるけど、一人倒しちゃったな。ごめんな。こっちの方はショットガンの弾あったわ。でもそんぐらい？あ、でもこっちの方まだ調べてないもんね。なんか随分あっさりとした決着だったな。まあ強いは強いんだけどさ、今だ謎が深まるな。てか、あの人の名前俺知らねえわ。イングリッドなのかな？何なんだろう？名も知らぬ女性を倒してしまったわ。今ここら辺も全部アイテム回収したね。オッケー。で、どうなんだろう？今アイテム的には。ああ、回復1個作れるのか。弾も作れる。回復と、じゃあ、弾作っとこう。オッケー。で、この先は俺知らないからな。怖いんだけどな、ちょっと。うわー、やっば。なにこれ。もしかしてこれがサンビエルジュ処女の血っていうワインの中につけておくって感じだ。やっぱサンビエルジュ処女の血だ。なんか、前体験版でテキスト上であったものをゲットできる。ちょっと嬉しいかな。ではまた一人地下奥になった。あの子はスープを少しこぼしただけなのに。みんなが知っている。地下に行ったらもう帰っては来れない。血を抜かれて恐ろしい。勇気に変えられる。あ、あの敵って勇気なの？ライカンじゃないのか。ああ。血を抜かれるとそうなるのか。なるほどね。で、前回テキスト上で窓を早く閉めろって言ったのは弱点だからっていうことね。こっちはああ、キーピッカー。使うかも、じゃあ。あ、トロフィー解除。オープン。ああ、木彫りの女神像。監禁アイテムかな。これはオープン。何これ？コンペンセーター。レミ。ははは、コンペンセーター。威力が大幅に増加。あー、しかもハンドガンにつけられるんだ。わ、トロフィーまた出たわ。威力大幅に増加か。じゃあ、アルバートの出番もう終わりかもしれん。で、キービックと。あー、結局これゲットできるんだ。はい。というわけでね、今日はここら辺で終わろうかな。いやー、初めてのボスなのかな？一応中ボスっぽいけど倒したけど。なんかよくわからないな。また謎が深まったっていう感じだけど、この扉の先にはまた何が待っているんでしょうか。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。またね。